C、心よしき低歩高校。動作は、普通の低歩高校とほとんど同じですが、心よしき低歩高校は、速度がやや速くなります。天気が悪い日に、風しき自然行行の代わりに練り行するといいでしょう。予備行を、待つ静単立、中単連3個気呼吸、中単連3個開き合いの順で行います。1、左足を前に出し、 足の位置を決める左足を前に出し右足は左足の後方で右に45度開きレの字のような形に立ちます。両手の位置は右手が中端殿の前左手は左は飛べ穴の横に置きます。においの姿勢用意の姿勢から腰を緩め重心を後ろの右足に置いて少し前かがみになって。 左足のつま先を上げ、同時にし、支鼻から二回息を吸います。ふうと鼻で一回息を吐きます。吐きながら重心を左足に移し、左足の裏を地面につけながら、上半身を四十五度くらい、顔を六十度くらい右に回していきます。両手も同時に回ります。息を吐き終わったら、左手が中丹田の前。 右手が右は飛べ穴の横に来ます重心が左足に移っていますから右足のかかとが上がります右に回した上半身と顔を正面に戻します同時に右回した手も元に戻します右足のかかとも地面につけますこの時自然呼吸をしないで次の動作に移ります三要位の姿勢になったらすぐ また2の動作を繰り返す。心よしき低歩高校では左足を前に出した姿勢で1から2分繰り返し中短で3個開き号を間に入れて次は足を入れ替えます。4右足を前に出し足の位置を決めます。右足を前に出し左足は右足の後方で左に45度開き逆れの字のような形に立ちます。 両手の位置は左手が中端殿の前右手は右は飛べ穴の横です5こ,この姿勢から腰を緩め重心を後ろの左足に置いて少し前かがみになって右足のつま先を上げ同時にしし鼻から2回息を吸いますふうと鼻で1回息を吐きます吐きながら重心を右足に移し 右足の裏を地面につけながら上半身を45度くらい顔を60度くらい左に回していきます両手も同時に回ります息を吐き終わったら右手が中端殿の前左手が左は飛べ穴の横にきます重心が右足に移っていますから左足のかかとが上がります左に回した上半身と顔を正面に戻します 同時に左に回した手も元に戻します左足のかかとも地面につけますこの時自然呼吸をしないで次の動作に移りますその後この動作を繰り返します右足に変えてやはり1から2分間行います左足右足と繰り返し合計20分くらい行って収むこうとします 6おさむこう、中短電3個開き号、中短電3個気呼吸、末静短立の順におさむこうします。7休息、おさむこうが終わったら、実練り工時間の3分の1から2分の1位の時間の休息をとります。注意点、低歩行口は歩行しないで、体の重心の移動と上半身を回す動作が中心となります。 足、腰肩腕など全身をリラックスして行わないと体に負担がかかりやすい方法ですので全身の力を十分緩めて練り子をしてください動作はできるだけゆっくり行うようにします体に痛みを感じる場所があるときは痛む手前で動きを止めてくださいスピードや時間も各自の病状や体質に合わせ無理のない範囲で練り子をしましょう 体や精神に負担をかけてまで練りこをしても効果が薄いどころか逆効果になります時間や回数を減らして気をつても構いませんが右足と左足は同じ回数時間になるように心がけてくださいただし急に気分が悪くなった場合は無理に続けず休んでください回数を数えていて途中でわからなくなっても 止ままったりやり直したりりりや直ししせず続けましょう。適当と思うところで切り上げます。数や時間にあまりととらわれると、入りせできない場合があります。気分よく、入りせの境地に達することが、気候の目的であることを意識していってください。低歩行は、原則として目を閉じて行いますが、目を閉じると、気分が悪くなったり、 体がふらつくような場合は目を開けてください。低歩行行は歩かない後方とはいえ、一区切りごとに後ろの足を出しますので、数歩分のスペースは必要になります。もし、前に動けるだけの距離が取れないようでしたら、戻っても結構です。できるだけ屋外で行うのが理想ですが、悪天候や霧の時は、換気に注意して屋内で行ってください。 コキンオドケは、5つの動物の動作を真似した有名な気候法で伝説の名医であるあなたが考案したと伝えられています。上津の左から熊、虎、鳥、猿、鹿の動作を示します。最近多数ある気候法を統合し簡素化して伝統4対抗法が定められました。伝統4対抗法とは 6字ケチ8段2式5金おどけエキスジ系の4種類の気候法ですがいずれも気候法の難易度としては中級から上級に属し初心者が短期に習得し効果を上げることは困難です。